トヨタエスティマトヨタエスティマエミーナエスティマエミーナとはトヨタ自動車がかつて製造販売していたミニバンタイプの乗用車であるこのコーデは販売店の異なる兄弟車のエスティマルシーダについても記述する1990年5月12日に発売されその卵をイメージさせる未来的なスタイルで注目を集めた初代エスティマであったがそのボディサイズは 当時の日本では大きすぎるものであった。このため、長さはともかくとして、横幅を何とかしてほしいという意見から、トヨタはこの車種を開発した。初代エスティマを小さくした車種であることから、故、エスティマの愛称がついていた。本家のエスティマと同様、乗用ワゴン専用設計のため、エミーナ、ルシーダとも商用版の設定はなかったが、後日のように、 ビニールシート仕様の商用向けモデルである D グレードが存在した。1992年1月発売。当時の日本国内では1991年6月に発売された日産バネットセレナが人気を博していた。当時で言う本家のエスティマは戦術の通り同社の対抗馬とするにはあまりにも大きすぎたため全幅をめて5ナンバーサイズ枠に縮小し、また、 差別化のためフロントグリルやテールランプ、内装も本家とは若干違うデザインのものを採用した上で発売した。雑誌などでエスティマの幅を縮めたエミーナ・ルシーだと表現されているが、もともとエスティマ開発当初から5ナンバー版のナローモデルは用意されていた。前述の日産バネットセレナの好調を見て廉価グレードを増やし発売された。エスティマが シングルグレードであったのに対し、エミーナ、ルシーダは、ビニールシート仕様の廉価版 D から、エスティマと同様の豪華さの高級版 G まで幅広いグレード体制とし、前期型には、エスティマと同じ四毒の足回りを持つスポーツグレード S も用意された。トヨタ店とカローラ店の併売だった本家に合わせ、トヨタ店では、エスティマエミーナ、カローラ店では、エスティマルシーダの故障を用いていた。 子、エスティマの相性がつき、本家のは親エスティマと呼ばれる。また、セレナに対抗するためパーツも、本家エスティマより安いものを使用するなど、徹底的なコストダウン策を打ち、本家との違いをアピールした。にもかかわらず、価格は、お世辞にも安いとは言えなかった。それでも、旧来のキャブオーバー式のワンボックスカーに、違和感を感じていた層からは支持され、 スタイリッシュな声エスティマはヒットを記録することとなった。基本はエスティマと同様の4足 AT であるが発売当初は全グレードに5足 MT も設定されていた。ただし最上級グレードの G に MT が存在していた期間はわずか1年弱であった。競合車であるバネットセレナに対して同程度の値段に設定したこと、セレナより室内が広いことや、 旧来のワンボックス車にはなかったスタイリッシュな外観などが売りとなってピーク時にはルシーダが約12000台、エミーナは約8000台もの月間販売台数を記録して月間4000台程度だったバネットセレナに大差をつけていた。しかし巨額の開発費をかけた割に利益率は低く、なかなかモデルチェンジをさせてもらえず、さらに 1994年10月にホンダオデッセイが発売されると状況は一変し、販売台数は減少してしまい、このことを機にモデルライフ後半ではタウンエース、ライトエースの兄、駆主力のバトンを明け渡すことになってしまう。しかし、数度にわたるマイナーチェンジや特別使用者の投入で商品力の低下を最小限に食いとどめていたものの、 本家、エスティマのモデルチェンジを1ヶ月後に控えた1999年12月に生産終了。2000年1月をもって統合、並びに販売終了となったため、5ナンバーモデルであるエミーナルシーダは、1台限りで終了となった。ステアリングコラム式の AT 車とは違い、MT 車は操作しやすくするために、フロア式に変更されている。これにより、 ウォークスルー機能はなくなっている。また、パーキングブレーキは AT 車、MT 車どもにハンドブレーキ式だが、レバーが運転席右側という得意な場所に設置されている。ありがとうございます。